はい、えー、皆さんこんにちは、日々です。MODO 実践チュートリアルビデオシリーズの第2弾は、サブディビジョンサーフェイスを使ったリラックスチェアのモデリングを行います。その前に、サブディビジョンサーフェイスの特徴を確認しておきます。えー、MODO は通常のポリゴンをサブディビジョンサーフェイスに変換するにはタブキーを押します。もう一度タブキーを押すと通常のポリゴンに戻すことができます。 実際の作業ではポリゴンとサブディビジョンサーフェイスを切り替えながらモデリングを行いますサブディビジョンサーフェイスは頂点間を再分割し通常のポリゴンでは表現しにくい滑らかな形状を作成することができますそれでは正方形のポリゴンをサブディビジョンサーフェイスに変換してみますはい円になりました 正確にはサブディビジョンレベルが2なので、頂点間を2回分割され、4分割になり、4頂点が4分割になるので、16分割に、16角形になります。では、レンダリングしてみます。このように16角形としてレンダリングされました。では、次に、レンダリングの設定にある アダプティブサブディビジョンをオンにしてレンダリングしてみます。はいえー、滑らかな円として、えー、レンダリングされたのがわかります。正方形が円になることと、アダプティブサブディビジョンを使うことで、低いサブディビジョンレベルでも滑らかにレンダリングできるのはモドの特徴なので覚えておいてください。 モドのサブディビジョンサーフェイスの特徴は特にプロダクトの製作では非常に効率よくモデリングすることができます。例えばこの面に丸い穴を開ける場合に一般的な CG ソフトでは六角形または八角形を作成して穴を開けるのが基本になります。まずこのように エッジを追加し、頂点にベベルをかけ、八角形を作成します。次に八角形のポリゴンを、ポリゴンベベルで少しインセットし、少し押し出し、大きく押し出してポリゴンを削除します。このようにして丸い穴を開けます。 モドでも基本的にはこの方法でいいわけですが、もっと簡単に丸い穴を開ける方法もあります。はい、頂点にそのままベベルをかけます。ポリゴンを少しインセットし、少し押し出し、 大きく押し出して削除しますはい、えー、これだけです、えー、さらにこんなこともできますはい、えー、この四箇所に開ける場合は穴を開ける場合はこんな感じですそのまま少しインセットし少し押し出し大きく押し出して削除します はい。これだけで丸い穴を開けることができます、えー。このように、モドのサブディビジョンサーフェイスは大変素晴らしい機能ですが、思い通りに形状をコントロールするのが難しいという方も多いと思います。それでは形状をコントロールするコツをお話しします。円柱を用意しました。 サブディビジョンサーフェイスを使用するので八角形で作成しています次に適当な位置でスライスしますサブディビジョンサーフェイスは頂点同士の相互関係ですがここではわかりやすいようにエッジに置き換えて説明しますサブディビジョンサーフェイスに変換するとスラ,ス,スライスしたエッジが 下の方に移動しているのがわかります。えー、正確性が要求,要求されるプロダクトモデリングでは、このことが形状のコントロールを難しくしている理由です。この場合、スライスしたエッジは、隣り合う上下のエッジの距離に応じて移動します。下のエッジとの距離の方が大きいので、 より強い力で引っ張られます。その結果エッジは下の方に移動してしまうわけです。それではこのエッジを移動させないにはどうすればいいでしょう、えー、答えは簡単です。隣り合うエッジの距離に応じて引っ張られるわけですから例えばこのエッジに丸めレベル1で適当に エッジベベルをかけますはいそれでタブキーを押してみますスライスしたエッジの位置は全く動いていません隣り合うエッジの距離が同じなので同じ力で引っ張られるためスライスしたエッジは動かないわけですそれでは上下のエッジを 適当に動かしてみますはい、えー、それでもスライスしたエッジは移動しないのが分かりますこのことからスライスしたエッジは隣のエッジにしか影響されないのが分かります隣のエッジとの距離に応じて引っ張られること隣のエッジとの距離に応じて エッジにしか影響されないことこの2つだけを覚えておけば大丈夫です